長ラジオ。こんにちは、長ラジオにようこそ。この番組は岐阜県美術館の野外彫刻作品を長ラーたちが鑑賞し、感じたことを自由におしゃべりする番組です。岐阜県美術館の庭園から聞こえてくる様々な音とともに、長ラーたちのおしゃべりをお楽しみください。こんにちは、長ラジオの時間です。長ラーの島健です。長ラーのけいこちゃんです。長ラーのスーさんです。長ラーのこんちゃんです。はい、今日はこの4人で作品鑑賞をしたいと思います。今日はアリスティド・マイオールの地中海という作品を見ていきたいと思います。この作品は美術館の正面玄関の前、外にある彫刻作品です。はい、周りを広く囲って水辺が作られていますが、その中に、この彫刻作品はあります。そうですね、真ん中に白い石の台座があって、女性が座っているというような像かなと思います。周りに木とかもありますね、そうですね、なんか座り方がちょっと普通の座り方じゃなくて、片膝を立てて、その膝に左腕を肘をついているような形ですね。皆さん、この女性は今何を持っていると思いますか？少し難しそうな表情をしているので、何かに悩んでるんじゃないかなっていうふうに思います。確かに下を向いて、周りに景色が見えるはずなのに、自分の心の中を見つめているような、そんな像に見えます。確かに、なんか元気っていう、はつらつとしている感じではなくて、静かに何かを、それこそ、ね、コンちゃんが言ったように、考えてる。そういう、ちょっと静かにな、たたずまいっていうか、はい、感じますね。表情とかも、どちらからというと楽しそうには見えないですね。そうですね。そうですね。これ私から見ると結構悩んでいるような、愉快な顔ではないと思うんですけれど、これ何に悩んでるように見えます？なんかな、ちょっと、これはこういう顔だと、今日の晩ご飯どうしようかなみたいな考えじゃない、もうちょっと深刻な感じかもしれないですね。そうですね。深刻そうですね。そうですね。そうですね。時に私もご飯作るときは、ああいう顔になりますけどね。ありますか？あんな体勢で？そうです。考えますか？すごい考えますよね。考えるな。料理得意じゃないんでね、あれぐらい悩みますよ。なんかこう心配事があるんじゃないかなっていう、どうしようどうしようみたいな感じでちょっと見えるかなっていう気がしますね。なるほど。心配事か。これ、どうしよう。明日までになんとかしないといけないんだけど。っていう、なんかね、仕事とかで悩んでる感じなのかな。なんかそういうお心当たりが僕にはね、あるから。なんかね。そうですね。でも一応、こう、女性で、裸ですから、やっぱりこう、恋愛の悩みかな、という気もしますけど。すごくグラマーな人ですからね。なるほど。なんか悩む感じじゃない、ね。そうですね。そんな人にも悩みがあるという。なるほど。そんなことかもしれないですね。じゃあ、ちなみになんですけど、この作品って、まあ、普通美術館の作品っていうのは、僕は中にね、いろいろ置いてあるイメージがあったんですけど、これだけね、外にバーンと結構大々的に置いてあるんですけど、なんでこの場所にこの人いるのかなって思っちゃったんですけど、みんなはどう思いますか？なんかこう美術館に来た人をこう迎え入れるというか、あ、美術作品がここにあるぞみたいな感じをちょっと出したんじゃないかなと。なるほど。ただ、スーさんがそういうのもわかるんだけど、最初にね、
恵子ちゃんが言ったみたいに、結構悩んでる感じだから、なんか悩みながらお出迎えするっていうのも、なかなか斬新だなって思ったよね。迫力はあるんだけどね。そうですね。確かにお出迎えするんですが、何か、私の悩みを聞いてほしい。この美術館の中に何かあるぞっていう、ちょっと問いかけをしているのかもしれないですね。自分と向き合ってる感じがするので、うん、皆さんも自分と向き合ってみましょうみたいな感じにも見えてきますね。なるほど。なるほど。ようこそ。私のように考えてみませんか。うちなる、うちなる言葉と。そうかもしれないですね。そう考えると面白いですね。これタイトルが地中海なんですけど、うんうん、どうしてこれ地中海って言うんでしょうね。あ、本当だ。地中海。なんかね、岐阜県はね、海がないからね、ますます謎だなって思っちゃうよね。なんで地中海なんだろう。そうですね。まあ。ここ、まあ、水辺にあるっていうこともあるので、うんうんうん、そういうものをこの水のところから地中海、海ということを連想させるように、うん、こういう形で設置されてるんでしょうかね。確かにね。うん、彫刻置くだけだったら、ね、ポンって置くだけでいいけど、この水辺まで再現してるからね、うん、海っていうのをやっぱ表現したかったんだろうなっていう、そういう気持ちも感じますよね。うん、海っていうワードが頭に入ってくると、海の深さと、こう、内なる心の深さと、なんか連動して、出てきますね。この女の人の気持ちが、より深いっていうことが表されてるっていう風なのかな。なんか、地中海のイメージって割と太陽があって、なんか明るいイメージがすごくするんですけれど、うんうん、これはすごくその女性が一人佇んでいるので、うんうん、ちょっとその地中海という私の、まあ、ステレオタイプをちょっと裏切るような、そういうちょっと寂しげな地中海も存在するというか、うん、なんかバカンスとはちょっと違 う、また別のものを見せてくれるような気がします。そうですね、バカンスに来てるような感じじゃないもんね。そこはこう地中海のイメージが日本人と、これ作者が外国人なんですけど、うんはい、そこでちょっと違うイメージを持ってるのかもしれないですね。地中海。バカンスって言うとでもなんか、こう、日光浴してるように見えますね。ああ。そうですね。きっとね。今日はちょうどね、太陽も出てきましたし、ね、ちょっと暖かい感じに見えてきましたね。さあ、皆さん、この作品を、今の4人の話を、どう思いましたか？ぜひ、岐阜県美術館に来た際は、この作品をご鑑賞いただけると幸いです。